言われてるのかもしれませんけども、でもね、あのもう物が行き渡った日本で商売をすることを考えたら、こっちでやった方が絶対物売れますよ。あのセールスしなくてもどんどん売れると思います。だってないわけですから。誰かが冷蔵庫やエアコンを持って、もうインドネシアでお金を提供する、そういった仕事ができたらもっといいんじゃないかなと思うんですよ。でもその元金があったらね、もともと日本で行き詰まってないし、インドネシアまでわざわざ行ってお金を貸すビジネスなんて思いつかないよって思うでしょ。じゃあ私たちはお金をね、間接的に貸すことができるんですよ。それが株を買うってことなんですよ。株を買う、やっぱりね、一つ数十円とか数百円で買えるわけですよ。その株を買ったお金って間接的に人にお金を貸して投資してるってことになるんですよね。で、その株式で得たお金をもとに事業を成功させて、そしてありがとうねってことで株式の上場利益を私たちがいただくって形でできますんで、これ日本でできますかね。日本の優良株って1株あたり300万とか500万とかじゃないですか。もう手が出ないと思いますよ。でしかも伸びしろはあんまりないのに暴落の可能性があるというね、そういう日本株魅力感じますか。同じお金使ったり同じ労力使うんだったら、絶対にこういうふうなこれから大きくなるような、これね、インドネシアをはじめとしたね、東南アジアの国に意識を振り向けた方がいいんじゃないかなと思います。プラスこれからあの中東とかね、こういったところも経済圏として広がってきます。中東も10億人ぐらいの人間がね、方々が住まれているところですし、それからその次はアフリカですよね。ドバイを中心としてアフリカっていうのも経済圏かなり強くなってきます。アフリカっていうのはほとんどの国がまだまだ知られてないんですよ。人口が確かに8億人ぐらいいて、50カ国ぐらいあるんですよね。将来はそのアフリカの共和国っていうのができるんじゃないかなと私は思ってるんですけども、そうなった時の経済基盤とかインフラとか電気とか通信環境っていうのはまだまだ全然足りてないんで、もちろん水道も引かれてませんしね、何でも売れるんじゃないかなと思うんですよ。ただまだアフリカちょっと早すぎるんで、まだかなと思いますし、中東もまだね、いろんな政情不安なところとか、あと民族の問題が解決されてませんから、宗教の問題とか、だからまだ早いかなと思うんですよ。一番バランスが取れてるのが